いや僕はなにわ男子のリーダーなので、皆さんをこの2人をこう見守ろうかなということで選ばせてもらいました。はい、選ばせてもらいました。選んだのはみんなで。こっち自分が選んだ。ごめんなさい。今度間違えました。頭かっかやろ。向井と何はあのみんなはどう？ああ確かに、めちゃくちゃ接点あって、ね、ほんまに最近までは連絡し合ったりもしてたし、はい、そう一緒にご飯行こうっていう約束もしてます。いやいやしてません。何してたやん。何でやねん。まあ、でも気になったのは最近まではって言ってた。そうね、最近まではって気になったね。違います。何もないです。話題の新作タイトルを特別に先行プレイさせていただきます。よいしょー。先行プレイのすごさ分かってるよみんな。なんか最初にできるやつですよね。そんな軽々しく言わないで。じゃあオプションボタンを押して、押しました。で右スティック R3 押してもらって、はい。あです。俺まだ1回も回復してないよ。え、マジっすか。立ち回りがうまいっていうことかな。そういうことですね。ありがとう。そういうこと。綺麗やな。うわ、リアル。え、落ちた。へえ、大丈夫。あ、お前、落ちれる。なるほど、そういう演出もあるんすね。しかもしっかりダメージ食らってるからね。食らいましたね。ジョーカーって誰も出てるんですか。絶対言うたらあかんよ。絶対言うたらあかんよ。なんで。うわ、分からない。ジョーカー持ってても負ける時はあるからな。なんか負けた人罰ゲームしようよ。うわ、ないっすね、それ。やば、ちょっと、黙りすぎてて、取れ高ないなって思って。確かに。そうですよね。大富豪を選んで僕が悪いんですかね、これは。いやいや、楽しいよ、大富豪。大富豪ってでも、ね、ババ抜きとか結構こう、ギュッて構えちゃいますもんね、うん、何来るか。確かに、集中しちゃうっすね。俺じゃないよ。あれ、どれ。よっしゃー。おい、ふぅちょっと声枯れてんな。ちょっとさっきのクックでやられましたね。よしよしよし、俺の番組来ました。いいの引いてるよ、僕。うわっ、あいつ。いや、まあ1位は捨てたよ。2位やらない。よっしゃー、1位。いや、僕カードはすごいんすよ。よっしゃー。いや、勝てる。よし、俺負けてほしい。よし、やばい。第4位はプリン食べすぎてお尻プリンプリン、なにわ男子のリーダー、お待ちかせでーす。これやっても罰ゲームありますよね。じゃあ今まで雑誌とかでも話してないこれやっちまったみたいなエピソードをじゃあ教えてください。そうですね、僕ズボンにいつも穴開けがちなんですよ、うん、踊ってて。おうおうおう。 FNS 歌謡祭で、ほいほいほい、仮面舞踏会を踊らせていただきまして。そうなんですよ、一緒だったよ、ね、で、その時に座って腰振るダンスがあったんですよ。いっそエクサシー。そこで、僕、穴開いてまして。それで穴開きながらめっちゃ腰振ってたっていうのが一番恥ずかしかったんですよね、この最近。エクサシーだね。エクサシーでしょ。めっちゃエクサシーしてると思って。一番してます。見てました。それが一番恥ずかしかったです。それは恥ずかしいね。ほんまに恥ずかしかったです。小橋くんリーダー。僕リーダーです。何はリーダーってどうやって決めたの？リーダーは挙手制でした。なんか珍しいパターンのリーダーの決め方だね。そうですよね。だからまだ一応仮なんですよ。忙しいでしょう。いや、もう全然全然です。いや、デビューしてさ、1年目で忙しくなかったらやばいぜ。それはそう。ちょこっとお仕事もらってます。忙しいよね。ありがとうございます。本当にまだまだできるってことでしょ。そうです、はい、本当にゲーム楽しみです。うーん、誰から作る。じゃあもう僕から作ります。本当にさすが挙手制で。挙手さすがだ。いいな。眉毛どんな見してよ。眉毛眉毛こんな感じです。なんか赤ちゃんみたいな眉毛してるな。ちょっと薄いんですよ俺、本当に。だからちょっと薄めなんですね。ここにはほくろがあって、左に。ああね。それを動かして、そう。多分これですね。そうですね。カラーもだって。あ、それじゃないですか。こっちか。そんな感じだね。これですね。え、まだ何色にしてくれって染めてもらってるの？いつもはいい感じに染めてくださいか。ミルクティーベージュかグレージュです。もうミルクティーベージュですよ最近。じゃあこっちかな。あ、いいじゃん、うん、体型ですね。
実際の身長いくつなの？実際の身長は167ですね。あ、じゃあこんぐらいだね。こんぐらいですね。待って、ゲームで盛るのはやめ、ちょっと本当にあの顔しか見えないじゃないですか。うん、あの実際、まあね、背だけはちょっと持っといていいですか？いざ見えなくて並んだらゲームで盛るのは切ないって。俺も身長ちょっと持った。持ってました。盛りますよね。でもやるよ、だってね、なりたい自分になれるのが、ね、そうなんですよね。そうなんですよ。そうめっちゃ無理やん。うわーめっちゃいい。細すぎ。これぐらいですかね。あ、いいじゃん。いいっすね。好きな色は？好きな色はもちろん緑です。え、どそれ違います。こっちかな、うん、緑はそっち。緑。え、メンバーカラーは緑？緑です、僕。へー、よく笑ってるとさ、雑誌の取材とかでさ、こう、なんかビッグスマイルでお願いしますみたいな、うん、あ、わかりましたっつってイエーイってこう写真撮って、そしたら周りなんか6人さみたいな、なんかちょっと微笑んでるぐらいちょっと待ってよみたいな。めっちゃわかります。リーダーよくあるっす。めっちゃ僕あって、僕だけ目ない時あるんですよ、笑いすぎてこうやって。俺もいや、あれはずいよな。恥ずかしいんですよね。恥ずいんだよな。ちょっと決めてる中で、そうそう、うん、決めてる笑顔とやっぱりめっちゃ笑ってる笑顔ってあるじゃないですか、うんうんうん、僕めっちゃ笑ってしまうんですよね、いつも。いや、そうなんだよ。ほんまにそれが多くて、ファンの方でもなんかプリンの子って覚えてもらってるらしくて。じゃあもう大橋プリンでしょ。プリンしますわ、じゃあ。大橋プリンでしょ。大橋プリンします。プリンのがね、もうね、なんか覚えてもらってるんですよね、なんか。大橋プリン、プリン、大橋プリン、和音。あ、いいじゃん。ひらがなプリンなんですね。ひらがなプリン、これですかね。お、出来上がった。出来上がった。来た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 、大橋プリンや。イエーイ。トマトいないです。アルバイト募集します。はい、募集します。ありがとうございます。あ、なんか投げました。え、これ投げた、これ。キャベツ投げた、これ。俺が、キャベツ投げます。はい、来ました。仕事起きます。マジでめちゃめちゃ連結プですね、これは。はい、キャベツ乗せる。デキバキデキバキ動いてもらっていいですか。はい、トマト乗せる。これさ、はい、キュウリ、あの作るもん決まってるんじゃん、これ。みんななんかいっぱい置いていってるけど。ちょ、作るもん、キャベツ、上キャベツって書いてるけど大丈夫？左上キャベツ、キャベツだけちゃう？違う、これ、もしかして違う？いける人がいっぱい作っていくみたいなもんじゃないですか。はい、トマト入れる。キャベツだけ、キャベツだけ、キャベツだけ。キャベツだけ、あ、オッケー、キャベツだけ。キャベツだけ、あの、食感混入しとこう。あ、痛すぎちゃう。そうだ。ほら。全然なんか俺らタイムロスやん、めちゃめちゃ。全然タイムロス。そういうこと？全部ロスやん。俺ら何やってたんよ。俺たちのアルバイト初日失敗だな。失敗でしたね。赤字や、赤字。エビさばきましょう。あ、置いてもらっていいですか。え、やだ、そこ。あと3秒置きます。やばい。で、3、あ、お、いきましたね。あ、でも星3つ取りましたよ。ほんとや。よっしゃ、イエーイ。誰で、あ、惜しくなっ、米炊きに行きまーす。キュウリ、あ、キュウリ巻き出しに行きまーす。さあ、炊きに行きました。キュウリ巻き出しました。はい、次もキュウリ巻きです。魚大好きです。海苔直に置いてる。うわ、魚大好き。食べ物を直に置くな。直はダメよ、直はダメよ。でも、海苔使えそうなんで使います。はい、魚大好き。